このコーナーは私、本庄学美が実際にもう一つの京都を訪ね、その場所の魅力をお届けするコーナーです。今回訪ねているのは京都府綾部市。まずはこの綾部市を簡単に紹介しましょう。綾部市は名物である黒谷和紙を使ったカレンダーが昨年から販売され、今年も限定100枚で販売されるなど、身近に伝統芸を味わうことのできる地域です。さあ、 今月十二月はですねこの綾部市で農業を営みながら手打ちそば屋をオープンしそば打ち教室なども開かれている味木健一さんへのインタビューの模様を通じて綾部市の魅力をお伝えしています今週は三週目ですまずはこれまでのダイジェストをどうぞ味木さんは綾部のご出身でいらっしゃるんですかいや違うんですよね 僕はね、もう出身は神戸なんですけれども,<ー>もういろんなところ住んで、まあ、関東にもいましたし、はい、福井にも住んでたことがあった大阪だとか、はい、ここに住むまでに引っ越しが多分ね、回回か7回ぐらい。<ー>福井に住んでる時から一冊の本がね綾部 <laughs> の人が書いた本なんですね「<ー>反応反 X という生き方」っていう塩見直樹さんっていう方が書いた本があって。 ですごく共感をしてたんです、ね、こういう半分は農業で半分は自分の転職 X っていうかねそういう考え方で移住してる人も多いっていうのがその本で分かって<ー>で興味があったんですけどもあの非常にですねいろんなことにこう興味を持ってあの行く中でそのそば に出会っててそし打ちをやりたいといととうことでまああの修行を積まれてそばのお店を開かれたっていうね味きさんなんですけれども本当にねあの美味しいそばをね作られるんですで今日はですねそのそばの試食の模様をお届けできるかと思います。今週見つけた綾部市の魅力その3話ごま蕎麦です一体どんなおそばなんでしょうか今週の「きハーモニー」をお聴きください。 あの安食さんの作るお蕎麦のこだわりっていうのはどんなところにあるんでしょうか、はい、そうですねもう例えば添加物を使わないだとか、まあ、お蕎麦ならだしの世界でもあるのでその化学調味料を使わないっていうのはもう当たり前あんま大きな声ではそれは言うてないんですけれどもあとはもう蕎麦打ちに関してはもう越前でね修行したっていうものがやっぱり染みついてるしあのおすすめは何だって言われたらもうねおろしそばが。 それを食べた衝撃から始まってるので「いやおろしそばっ,っていう食べ方が」っていうふうになるんですけども基本的にはその修行してたところでやっぱりつながりのあるそあば粉の、ね、やっぱ製粉所からのそば粉を取り寄せているというのとあとやっぱりつながりのあった福井の生産者農家さんから玄そばですねそばの実を仕入れて、はい、それを自分で薄を引いて。 こう手ででを回すんですんけど<ー>自宅に置いてあって、はい、こう上臼うが3 0キロぐらいあるんですけどねそ、はあ、れを回して粗挽きの粉をそば粉をひいてそれもちょっとブレンドしてちょっと風味を上げたりしてるんです、はいうん、だからまあその辺の配合を変えたりしてでこの辺でねそばを栽培る たくさんされてたらそれを材料に使えるんですけどなかなかそこまでは綾部はまだできてないので隣の福井から仕入れて一部は自分でも栽培してるんですけどもそれもある期間だけ限定のメニューにして出したりはしてるんですけどねもうなるべくその顔の見えるところあとは自分の手から出てくるものでお客さんにちゃんと説明ができるものをメニューにしてるというか。いいやどんんななおそばなんだろうは <い S 1> <laughs> まああの普段はあのここで同日ゲスト営業してるんですけどもそば、はいね、打ちを習いたいっていう方もおられてあの里山ネット綾部さんっていうところが鍛冶屋町というところにあるんですけどもいいそちらで、えー、と僕は毎月第2水曜日にそば打ちをこう、はい、指導してるんですね。あそうなんですか普段はあの京都市内だとか 綾部の人たちも来ますけど、意外と遠くから時々来られる方たちがいて。はいはい、今日はね、せっかく本上さん、ね、ここに来て、ね、おられるので。どうですかね。そ,そば打ち、一緒に少し。やってみませんか。やってみてもいいですか。<laughs> はい。もしよろしければ。じゃ、教えてください。はい、よろしくお願いします。体験してみてください。嬉しい。はい。 あのそばを打ってらっしゃるところ、ね、職人さんの,あの技をガラス越しに見ていたことはあったんですけれども本当にねあのすべすべツヤツヤしたそ、ね、ばのこ,うこねられた玉がどんどん平たくなっていってそれが綺麗なおそばになっていく工程をね もう見ると本当に飽きないなーっていつもねあのガラスにくっつきそうになりながら見ていたんですが今日は実践ということではい挑戦してきましたちょっとまあ粉,粉の部屋ですけどはーいで今日まあこれ今先ほど前ここのこね鉢でねここでこう粉と水を混ぜて、はいはい、でこねるところをして、はい、で玉までは取ったんですけど、ねはい、これを今ちょっと今はい。はい 丸いものを少しずつ伸ばしているというような状況ですね。これはえっとそば粉と小麦粉も入っていすか、うん。小麦粉もはい、二割、中力粉が入っています。じ二八。そ,ばとうね、そうですね。こいう形に。基本の二割ですね。はい。ええ<ー>。まあ、もうちょっと薄く伸ばして。最後は途中からね、こう巻き取ってこう、叩いていくだけで伸びるので。はい。はい。はい その状態まで来たらおお大きくなってきましたねちょっとここからこれをやってみましょうかはい。ここの辺広く真ん中開けて、はい、はい、ちょっとトン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 そうそうそうもう一回転ぐらいはいで掴んで、はい、スッと引いてはいもう一回いきましょう 真ん中は押さないの、うん。そうなんです。真ん中はね、もう勝手に力が加わるので、うんと、とてもよく普通に伸びちゃうんですよね。周りだけ伸びにくいというか。うあ、なんか結構伸びました。レモンのような形に、うん、大きくなりました。<laughs> これ八つに畳んで、はい、これ包丁のこの後は包丁で切るだけなんですけど。 これをちょっとまな板というか切り板の上でこの上に乗せましてこの背に包丁をこう倒すことでこの板が動くんですけどもそれがそばの幅なんですたくさん倒すと太いねきしめみたいになるし細めがいいっていう方は多分ちょっと倒してる。 リズムとしてはでけます包丁グーで持ってもらって一つ指だけ逃がすようにして板はね持ち手がないのでどっか真ん中辺をバランスよく持ってこれがずっと包丁とこの板駒板のガイドがずっと擦れてる状態で最後まで1で切って刃をそのまま当てたままここに倒す寄せる。で3で上げるぐらいですね。 でずーっとこう板と包丁が擦れてるんですけども。一二三一二三。1> 1, 2, 3, 1, 2, あーこれはすごい。うん、さあ、ちょっと。ゆっくりでいいえもう、もう私の番がやってきましたか。ででででちょっと。話しますね包丁、うん、若干内側に入れるぐらいでもいいです。刃のじ、落とさないように、若干。<あー> <laughs> 切れてる時と切れてない時が。かす、うん、っちゃう時があるんですよ。は結構でも。うん 難しいな本当にでもこれ今20コマぐらい切れたんではいいいですかこ、はい、取って入れておきましょうはい、はい、これ後で食べたらその美味しさがわかるはずいい香りだしねこれぜひ、ね、はい食べてみましょうはいはいわーい楽しみはい茹でますはい失礼いたしますはい,あい,いはきれいはい打ち立てのそばですねつやつやですね これはもう何もお出汁もかけてないのでちょっとお塩天日塩なのでこれをパラパラっとして食べるともう,、はい、もうそばの甘みがうわっと上がるらしいんでこのそばにお塩で食べる、はいうん、いただきますおい、はあ、しいですねしいですね <laughs> えー、お塩で食べたことなかったけどすごく香りがいいですねこのおそばおいしい ほんのりこうぬめりがあるっていうかうぬめりとあとこのプチプチがうん食感がいいですねそうですかあおいしいそちらこれはねあんまり他ではやってないかもしれないですけどごまそばってね練、はい、りごまで練りごまだれを練、はいまあ、りごまとおだしを合わせたごまだれを かけてるんですけど、はい、お蕎麦温めましたのではい、はい、温かいお蕎麦にします、はい、もうちょっとざっくり混ぜて白髪ネギも一緒に混ぜて濃厚なお蕎麦ですうん美しいうわ幸せうんえー、すごいですねこのごまだれ こういう食べ方があるんですね。あ,あるみたい、あみたいな。自分が考えた。自分が考えた。えた他にはどうよくわかんないんですけど。美味しい,、はい。冷たいとまたね全く違うんですよね。温か,かいからすごくね絡むんですけども、もうちょっとねあの涼しくなったんで、うん、温めたんですけどすす。すごい美味しそうに食べてくれてハる <laughs> 音がね、聞いてて幸せな音ですね。これ本当にごちそうさまでした。美味、えー、し,しかったですさあ、味気道さんのお蕎麦、もうなんかひたすら試食しているんじゃないかっていう,ようなね感じになってましたけれどもね、本当に美味しかったです。あのもう完食しました。でえー、っとですねあのー。 そば打ち体験なんですけれどもあの玉の状態からこうのし棒でのしていくその工程と切る工程をあのやらせていただいたんですけれども本当にねすべすべ滑らかなこのそばの玉 これに触れていると、なんか綺麗なもの、美しいものにこう触っていたり、匂いを嗅いでいたりすると、心が優しくなっていくんですよね。本当になかそれを一番に感じたあの体型になりました。もうもちろんあの素人なので、出来上がりのお蕎麦はね、本当に不揃いで、まちまちの太さでね、あのー、見た感じはね、良くないんですけれども、でももう味は本当にね、もう絶品。 いいですって特にこのごまそばっていうものが本当に美味しくってあのごまの練りごまをこちらのねあじきさんが作られたおだしで伸ばしてでそれがこうとろりとしているんですけれどもよく麺に絡んでねそしてこの白髪ねぎが上に乗っかっていたんですけれども。 そのシャキシャキとしたのネギの香りと食感がねまたこうアクセントになって本当に絶品のおそばだったなあっていうふうに思いましたもともとあの食品業界にお勤めだったあじきさんはですねあのビジネスがこう優先されがちなそのまあねその業界だったっていうことにちょっとあの一旦こうそこから 離れて自分でその自分の手から出てくるもので自分で作ってお出しもこだわって取って自分でこの原材料はこうでこうやって作りましたよって全ての工程に説明ができるこうあの 本当に責任が持てるそんなお仕事がしたいということでこの味気堂という、ね、お店を開かれたんだそうです本当に美味しいあのそして優しいあの温もりのあるお蕎麦を出していらっしゃるお店ですさあそしてこの味気堂さんなんですがお蕎麦といえばねもう年末年越しそばの時期に入ってきましたこちらの味気堂さんではですね年越しそばの注文ができるんだそうです 道んのホームページを詳しくはご覧になっていただければと思うんですが12月25日月曜日までの,あの申し込みでクール便での発送29日30日大みそか着でお届けが可能だそうです。もちろんお店でも受け取りが可能なんだそうですが気になる方はぜひホームページをチェックしてみてください。さあ来週もですね あじきさんとともに綾部べ氏の魅力を探っていきたいと思います来週が最終回となりますどうぞお楽しみにお待ちくださいね以上タッチザキョハーモニーでした